はい、えー、デモクラティ TV をご覧の皆様、暑、えー、くなってきましたか、えー、元気のお過ごしでしょうか。ヘンリー・鈴木のスポーツ地区、2023年7月号の、えー、スタートです、えー。今回も中目黒のデモクラスタジオから、えー、ス,モクスポーツ界の旬な話題に、いろいろな視点から切り込んでいきたいと思っております、えー。メンパーソナリティを務めますフリージャーナリストのヘンリー・鈴木です。よろしくお願いいたします。えー、そしてコメンテーター紹介します。えー、東京支部編集員の稲熊ひとさんです。よろしくお願いいたします。 はい。中村さん早速ですがね、あの、先月、あの、6月にこれ放映した時に、はい、確か封りされた、はい、あの、WBC の記録映画あるじゃないですか。憧れを超えた侍たち。あの、いました見てないけど、あ,<の>あれどうなったのあの、山川。山川出てました。<laughs> 実はあれ、上映された時も見,見れなかったんだけど、時間なくて。そうしたら、なんかもう Amazon プライムでね、うん、もうやってるんですよ。 要するに Amazon プライム会員だったら無料で見られる。えー、るあっても1ヶ月も経たないうちに、もう今、そっちの方で配信されちゃうす<ー>デジタル配信で。あまあ、その方が、まあ、えーうん、いっぱい見て、えー、でも、無料、えー、有料要するに、あの、プライム会員って。プライム会員でっ。ね、うん、だと、うん。まあ、もう早速見たんですけど、うんうんうん 結構やっぱり面白かったですね。<laughs> いざ見、ね、どの辺、どの辺が我々の見れないドキュメントが。いやもう全部ロッカールームは全部入ってるから、あ,あ,のね、あの時にこの選手がどういう表情したとか、例えば佐々木ロッキーがさ、あの、メキシコ戦で最初スリーラン打たれて、うん、なんですか。うん、で、はいはい、その後あの、吉田正孝のホームランで追いついたんじゃないですか、うん、あのスリーランで。はいはいはい あの後、ずっとワンワン泣いてたとかね、泣いてるシーンとかね。ロッキがね。え、ロキがもう、よかったよかった。そういうシーンがもう全部映ってるから、結構面白くて。で、佐々木ロッキのね、話がせっかく出たからあれなんだけど、あの、ダルビッシュからすごい伝授されてるんですよ、それを見ると。で、ロッキが最初にダルビッシュ立った時に、スライダーが曲がらないってって相談したわけ、ダルビッシュ。それはダルビッシュが、ボールの外側に圧をかけて、それを下の方へこういう風に逃がしていくように。 って言うんだっ,って、投げてみろって、うんうん、目の前でやったら、最初の方何も曲がらなかったのかいけないグイーンと曲がるようになってったわけ。ほら、うん、できるやろっつって、本当だっつって。そ,それは、なんちゅうのかな、企業秘密でそういうのをオープンにしていい類の話なのなねそう思ったんだけどね、<laughs> <の>そんな気楽に。はい、まあ、栗山監督から教えてやってくれっても、頼まれたんだけど、まあ。だけどね、それを、ま、映画とはね、公開するっていうのはなかなか、ね。そ <laughs> 思い出したらこれなんだね、ロキで。ね史上最速のシーズン100奪三振昨日。まあ去年自分が作ってたんだけど、この記録。またそれを上回ったんだけど。今の時期でね。ええ。で、昨日のピッチングこのちょっと見ると、ほとんど結構半分近くがスライダーで絡めたし、そのスライダーで撮ってんの。要するにダリビッシュ電磁。うん、電磁のやつ。ああ、だからちょうどこう合わせてみるとすごく面白いなと思って。まああとはこうヌートバーがものすごい素直な。 青年で。青年で。ヌートバーママも出てきた。ママもうちょろっと出てきたけど、<laughs> あの、清水外野守備コーチがね、元ドラゴンズにた、うん。はいはいはい。これがヌート,ヌートバーが、サインが多くて覚えきれないって言っけ。<ー>ね、<laughs> 日本の野球だからね。そう。そしたら清水コーチが、それが日本はそうなんだって言ったら、 そうだよねそれがジャパニーズベースボールだよねって分かりましたってすごい素直にそのか分かる方法とかを教えた分かる方法教えてないとにかく覚えなさいいやまあ根性で覚えてないまあ根性だけどなるほどね結構面白いだから見てるうちやっぱりみんなものすごいんかねもう見てるうちにねこっちが小学生の時野球やってるような気分になってきて小学生の時って面白いじゃないですか野球やってて楽しく楽しくやってたじゃないですか なんで,でかと思うと、やっぱり何上も下もなく、もうみんな、ある程度、フラットな立場で持ってこう遊んでるっていうのがあって、WBC のメンバーってきっとそうだったんだろうなと思って。 年齢近いよね、比較的ね。年齢近くて。<いや S 1> で、ポジションごとに引い出てる選手だから。そうそうそう。別に誰が偉そうにするとかそういうのも同じじゃないですか。あそこまでいるとね、球団、チームにある上下関係もないしね。ああとまあ、栗山監督のまあ、ある意味では。 雰囲気りそうそうそう。だから、自分が、なんていうの、偉、えー、くも、なんでも、この中ではなんでもない、一人の野球,選野球選手なんだっていう感じで、やってる感じで。うんうん、まあだ、あとはトップのダルビッシュがそういう雰囲気にも貢献したる、ね。でね、心理カウンセラーの人に言わせるとね、うん、自分が誰でもないとっていうのは、一番幸福感があるんですって。ああ、うん、まあ、そうですね。やっぱりいろんな縛りがなくなってるから。ああ、それはね、うん 会社にいてわかるわ。あ、そうだ。<laughs> <laughs> それがあるっつって。で、考えてみると、栗山監督も別に現役の時って、 そう大した選手じゃないし、監督したって、別に火出てるとは言われてないわけだから、他の誰でもない監督なんですよね、あの人もね。まあ、あの、チームの監督として、まあまあ、でも優勝はしてるし、まあそこそこってそこそこだったお前俺が睨みかしたら、俺にかかれたら終わりだぞ、みたいなところはないじゃないですか、まあまあ。逆星さんだよね。そう,そうだね、まあね、まあの、だからそういうところでは合ってたんだろうな、あのチームとしてね。そういうのもね、思ちました。あとはもうやっぱりこの大谷の表情が面白くてね、大谷の素顔っていうものがね。 あれ、ものすごい、この、ホームランが、例えば、2リーダー、フェンスで当たって2リーダーになっちゃったりすると、ものすごい悔しがって帰ってくるんですよ、からね。ーとか言ってね。この前だってね、あの、メジャーでもそういう素顔、結構見せる、見せる、ね。そう、見せるじゃないですか。考えね。ベンチュラーでもクソー、くそーとか言って、ホームランいけたのにとかね、<ー>普通に悔しがってるんですよ、まあすね、あれだけの選手がね。というか、<laughs> あの、そういうんだからあれだけの選手なんだろうね。うね相当悔しがりだよね。ねあと、喜ぶ時もすごく喜ぶしね。そうね。で、ね、自分がメジャーのそのスーパースターだっていうのを全く見せないわけですよ。普通はね、まあ,まあ、あのお茶、おちゃひろみちさんなんかね、うん、三振したって胸張って帰ってきたじゃないですか。うん、俺様を三振させるとは大した奴だみたいまあ感じでね。あまあ、ねまあねまあ、<laughs> そういう雰囲気は全くなくて、普通に悔しがっててさ。 うん。だから、ああ、こういう素顔、やっぱり、普通の、普通の野球少年なんだな、こ逆に飲んでも成績上げても、おごらないだろうしね。そうそうそう。ただ、周りの選手は、おい、バット折ったままホームランしてるよ、とか言って、バット折れてるよ、とか言って、人間じゃねえ、人じゃねえ、とか、あれはすごいね、もう、わが、ざわざわざわばっかりしてたんですけど、まあ、その大谷もね、今日29歳の誕生日だった。まだ30いってないんだよね。まあ、まあですね。 で、まあ今日、キック4打数ロシットで、昨日ピッチャーとして投げた時にこの豆がね、ねちょっとうん、取れたってことで。この2試合だけはね、ちょっと。そうですね。その影響で勾配してて。だから、オールスターにはね、ちょっと、初めに投入でまたピッチャーとバッターの両方で出るんじゃないかって言われたけど、うん、まあピッチャーの方は無理だろうということでね。まあ、まあ逆に、あれだよね、その豆かなうん。を期間として、 ちょっと休んでもらいたい。まあそうだ、そうなんですよね。ここでね。まあちょうどいい休業期間。なればいいんだけどね。で、ホームランダービーもおそらく、まあまあ、もう出ないと。それは、あれだけは出ないでほしいよね。そうですね。あれで大体落とすからね。だからまあ、打席で2つぐらい経って、終わりになるんじゃないかなと、オールスター。休んでほしいね。ね日本、向こうのオールスターは何でしたっけ、来週の水曜、日本時間水曜日ぐらいですね。確かね、朝にやると思うんですけど。 ねえ、大谷の話題ちょっと続けますけど、先月の頃の中で、大谷参加王の可能性今年あるって言ったじゃないですか。うんうん、ほら、あの、今年からルールが変わって1、うんうん、1>, 1、2塁間にいっぱい野手を入れられなくなったから、2人マジか。だから1、ヒットいわゆるヒットもね。うん、ねえ。なんかその通りになってきましたね、でもね。まあまあね、珍しくね。ねいや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 。ねえ、だから今ホームラントップで、打点がだ。だけど一番大きかったのは、うん、あの、えー トラウトがね、いて比較的き、ね、あもちろん、ね、トラウトがいるからね。それが一番多かった、うん、だだか一昨年だもトラウトが怪我してから、やっぱり落ちてきたか、ね、そうそうそうまあここからですけどね。うん でもまあね、打率も今6位でいますから、だから参加王の可能性はあるなって言ってて、うん、落合、落合ひるみさんもあの人の YouTuber 見てたら、うん、やっぱり同じこと言ってて、うん、あのやっぱりあのルールが変わったのは非常に大谷にとって大きくて、うん、あると。人の方がね、うん。ただね、あの落合さんをドラゴンの時担当した時、あの人よく言ったのは、参加王で一番難しいのはやっぱり打率だって言うんですよね。まあそうだよね。うん あの、ホームランと打点は、重なっていくから、うん、上に。で、逆に言うと、参加のと長距離バッターだから、うん、打点と、まあ、本人では、うん、まあ、言、うん、う,うけど、えー、打率の方はね、アベージの方は、あの、そうすごい人たちじゃないからね。そうでね。で、ホームランと打点は、試合に出てる限りは重なっていく上に行くけど、打率は下がる可能性があるんですよね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。で 出出れば出るほど、ね、そうだからこれが一番難しいっていうかやっぱり大谷も打率との争いっていうのはねこれから出てくるまあただ、うん、俺なんかやっぱりピッチャーの方もあるから、うん、三冠王というよりもやっぱり2部門でね、うん、取ってまあ最多勝とは言わないけど、うん、やっぱり柔軟勝するのが一番美しいと思うけど、ね、まあ美しいです、ね、だから三冠王のその打率の方は、うん、まあ おまけみたいな感じでいるのが一番いいんじゃないかな、うん。まあ本人、本人は全部取りたいでしょうけどね、ねそれは誰だと取れるの、ね、誰だと、てどういうふうに取るの、うん、誰だって見たいけどさ。ね、どういうふうに思ってこれから後半戦入っていくのかなっていうところが楽しみである。で、大谷でもう一つ話題になってるのがね、成績で。これは日本の国内のニッチな、あの、中で話題なんだけど。 ドラゴンズとの本塁打争いなんですよね。ドラゴンズとの本塁打争いあ。ドラゴンズのすべての、すべての,の、チームホール抜い打数と大谷の本塁打が競争してるってね。意外とネットでもざわついてて、<laughs> 昨日お、ドラゴンズは石川っていうのはホームランを、ね、<laughs> 打って32本だったんですけど、落ち着いたじゃん。 だ抜いたんですよ、再び。まだ、まだ1だイカを言た人に追いつかれて、また抜いたんですよ。なるほどで、今だからこれね、あの、プラプラと計算してみたらね、大谷って今のペースだとね、レギュラーシーズンをいた時って56本類なんですよ。で、ドラゴンズはね、今のペースだと60本で、60本で、まあ5本差なんで勝つんですけど、まあでも、先輩引き差やね、引き差ね。で、あれだよね、あの、ジャッジと、あの、去年の61本、 たジャッジと大谷の今のペース見ると、去年のジャッジのペースよりちょっと高いね、うんですいですね。ただジャッジはその後グーンと上がったからね、うん。<laughs> こんなのね。だからまあ、あの、いい勝負だね、ドラゴンズともね。でね、もうついでにね、あの、ドラゴンズの今年のね、あの、ま、外国人選手を除いた選手会が調べた年俸調査のね、年俸を調べたらね、ドラゴンズって12球団11番目の19億9610万円なんですよ、連覇を出して。これも一回ここで言ったんですけど、大谷と今年の年俸3000万ドルですから、日本円にすると43億円なんですよ。ドラゴンズ全体を合わせた年覇29、 19億円、約20億円。大谷はその2倍以上取ってるんですよね、一人でね。まあ、それ考えると仕方ないかな、なんて。仕方ないっていう、そうだね。もっと差がついてもおかしくない。ただ、12球団ビリの日本ハムなんですよ、12球団ビリはね、今年の年俸。これ15億円しかないんですよ、日本ハムって。だけど成績はいい。でも、ホムラン55本ってるんですよ、全部で。だから、あんまり年俸の差はね、あの、いかにドラゴンズが、 あれだよね。うん、年俸も含めて、その、こう、何率っていうのかな。あ<ー>とすると、ダメ率とか。<laughs> ダメ率 <laughs> ち。ちなみに去年のドラゴンズってね、チーム総本塁では62本なんですよ。ああ、って、おつかつというか、似たようなもんだね。これ、MVP 去年取ったジャッジ62本だった、うん、そうだよね。だかね、うん、今年は似た,、ね、似たようなことだね。だ似たようなこと。いや、去年も今年も。あそう。 だから、今年もまた、あのー、しばらくまだこういうでザウつくのかな、みたいな感じがしますね。うん、まあ、そのお二人もね、ずっとこの番組でも言ってるんですけど、ほら、遺跡がどうなのかっていうことあるじゃないですか。うんうん、今年限りで FA になるから、もう FA で出てかれちゃうよりは先にトレードをさせて出したんだけど。うん、ただ、エンゼルスこの前なんか GM が言ってたけど、やっぱり今はほら、 9年ぶりのポストシーズン進出に可能なところにいるもんで、この状態で出すことはできないですよね。やっぱり主力バッターをねー。だ,ねだからおそらくこれはもう出さないだろうっていう。今年は。今年は出さないけどでも増えになっちゃうから、うんそ、そうしたら一体、じゃこれはもうお金の本当に構想になりますからね、まあ。かとかかっちゃうから。うん、これはどうするのかるなっていうところで。で、向こうでアメリカでよく言われてるのが、まあやっぱりロサンゼルスドジャ,ドジャスじゃないかっていうのはよく言われて、やっぱりまあ近いし、 ねえ、お金あるし。で、おそらく今とこ相場だと、大谷の場合、年俸60億円の、まあ大体10年契約から12契約、だから600億から700億円ぐらい。それ出せるのはドジャーズだとか、ヤンキースとか、まあメッツも出せるかな、ぎりぎり大都市の、大都市圏のね、そういう経済が。4球団ぐらいかね。まあそんなもんでしょうね。で、前に言ってたけど、問題はヤンキースだとかさ、ドジャーズだとか知らんけど、 二刀流をやらせない、も,もはやもうやらせないっていうことはなくなる、うん、ないでしょうね、だからやらせないんだったら、もうトラン取りにいかないっていうことじゃないですか、そうですね,、うん、ね、もうこうなったらね。だって二刀流だから、年俸もそれだけになるわけですからね、ねピッチャーと合わせてね、だからね、これはちょっとドジャース、ゼ、うん、ンゼルスがそれに対抗するだけの資金をどうやって捻出していくのかっていうのもありますよね、うん、だから。 トップ。いや、もうトップですね。トップですね。トップですね。うん。それは当然だけど、日本人の大リーガーで初めてね。そうそうそう、もちろん。ねと、まだまだこれ、これからの大谷の、あれは続くんですけど。まあ、その、今、ロサンゼルスの話題が出たから、ちょっとついでに言うんですけど、ロサンゼルスって NBA のバスケットボール、レイカーズあるじゃないですか。あそこ、八村塁がいるじゃないですか。八村塁がこの前、あの、契約したんですよね。レイカーズって、正直ね。あれ、FA になったんですけど、 そうしたらこれが3年総額で、えーまあ、日本円にすると約70億円ぐらいやっぱりあれも結構活躍というか FA になると相当の額になるから取れるところ、うん、払えるところは取ったっ。たんか FA 解禁された交渉解禁された直後にパッと契約したみたいですねなんかねまあなんかいろいろ駆け引きはあったんだと思うんですけども、うん でも評価されてるから1年観察と23億円ぐらい、もうちょっとからそのぐらいなんで、まあ、すごい評価ですよね、やっぱりね。で、そんな事情もあって、あれでしょ、ワールドカップのナショナルチームには、日本のナショナルチームには入れないそうそう、出ない、出ないって言ってるんですね、やっぱり、まあ、そういうチームが変わるから、ある程度なじむだとか、怪我を逆にできなくなるからっていうことなんですね。 シーズン、とにかく何、レギュラーシーズン、チームの方に全力を注ぎたいと考えないでしょ、ね、うね、んうん。まあまあ。まあね、前に見て、今回のワールドカップは沖縄とかフィリピンでやるじゃないですか、あ,<ー>あっちの方で。<ー>ちょっと遠いんでしょうね、きっとね、とねあそことね。まあ、あとは、あの、バスケットのワールドカップってどの程度なんですかってあるよね。うん、うんう、オリンピックも結局ドリームチームで出てきますからね。まあね。 同じ格で、じゃあ格としてどっちの方なのって言われると、ちょっとなかなかこれ難しいところがあります。よねオリンピックじゃないのね今はもうね、ドリームチームできたからオリンピックみたいになっちゃってるから、まあ、この前あんまり NBA のその一流選手は出ないって言ってたんだけど、まあ、見るとそこそこは出てくるんですね、やっぱりね。うんうん、まあ、どうなるか。これはもう、開幕は8月だからもうすぐですね。うん、はい、これも楽しみでは、楽しみであります。ね、ちなみにこれ、えー 全選手、全スポーツの選手のトップって誰かなと思って見てみたら、うん、今ってクリスティアクリスティアノロナウドなんですね。ああ、メッシュより多いんだ。メッシュより多いしね。うん、これがですね、年俸だけでああ、年、年、年俸とかなんかいろいろ合わせて、 年間190億円って言ってますね。だから、年、報だけだったらメッシの方が多いんじゃないメッシはね、この前パリ30マン離れたんですよ。あそか契約離れて、で、バルセロナに戻るんじゃないかって言われたんだけど、ほら、バルセロナが財政事情悪いから出てたってあるいじゃないですか。あの時の悲しみをもう味わいたくないって言って、結局メジャーリーグサッカー、MLS、あのアメリカの、あそこの、インテルマイアミっていうとこに加入決まって、 これがですね、えー、これは年俸だけしか分からなかったんですけど、あ、年俸、あ、これもあれか、全体の、全体で中に、ね。 そんなにインテルマイアミのてそんなにお金いっぱいあないと思うんだけど、うん、なんかアップルの契約、アディダスの契約とか全部とセットし,したみたいで、これ百135億円って言ったから、うん、はい、これは年間135億円する合わせて。まあ、すごい。すごいね、で、メッシにはサウジア,アラビアサウジアラビアの一部リーグのアルヒラルっていうところからもオファー来てたんですけど、これは2年間1740億円ってオファーて <laughs> 800億円以上年俸。<laughs> サスカオイルマネー。<laughs> これは拒否してるんです。 今アメリカも世界的にもそうなんだけどゴルフもあの、うん、オイルマネーでもっと新しいツアー作ってリブっていうのを作って結局はあの金にまみれたリーグだって結構批判されたから結局あでしょあの、アメリカのツアーに出ているような選手は3人ぐらいしかそないでしょ。うね だから資産が何百億もある人間が、もうそこにまたお金積んで名誉を、名誉を汚すようなことをしたくないっていうのもあるんだと思いますけどね。あれでも、その、ついでに言うと、昔はさ、大体、 そのスポーツ選手の年俸っていうかさ、所得で一位番二番とか上位は大体ボクサーとさ、はいはい。あのテニスはいが多かったやっぱりいわゆるチームスポーツの方はずいぶん下だったけど、今そんなことないんだ。そうですね。もうもうどんどん出てきますね。ボクサーは逆にダメ。ボクシングが昔ほどに取れなくなって出てこないですね。上にのがね。テニスもね。なるほど。 もうね、マイケル・ジョーダンが一時期ね、年間100億円ですごいって言われたから、もうそれも上回ってますけどね、に上にってますね。まあ、どっからお金がそんなに湧いてくるのかといまだに思いますけどね、これ、うん、それでペイするのかなと思う、ね。だからこれが不思議なんですよね。本当,本当に払われてるのかと。うん。うん、もう払われてるのかしれないけど。<laughs> 払ったところはそれでリターンはあるのかという。うん、でも実際さ、あの、マイク・タイソン、 の時ってドンキングだったじゃないですか。<laughs> うんうん、で、マキタイソがもう、引退間際のとこでどんどん明らかだったけど、あんなファイトマンに1試合20億、30億って言われながら、ほとんど払われてなかったって言うんですね、ドンキングから。で、マキタイソーク体操が提訴,提訴したりしてるんですよ。<laughs> うんうん、金払ってくれって言って。だから、その時だけ大ボラ吹いて、<laughs> 口約束口約束吹いてるか、契約書もあるんだろうけど、こんなのゴミやみたいな感じ、されてるのかもしんないけどね。それはまあ、今のご時世ではないとは思うけどね。ね だから実際本当にこんなに払られているのかってう不思議です。わかりません私ひょっとしたらそれを受ける方もそういうふうに自分は 価値を高めた方が戦略的にいいからって言うんで,、うんうん、でそうするといろんな「すげえんだな」って言って、うん、いろんなコマーシャルが取れるとかそういうことまあ,まあそれはありますよね、うん、で CM なんかっていうのは実質的に代理人が半分以上持ってっちゃうって言いますからう、まあうん、本人のところ半分だって言いますよね、うん、あと前言われたのがレブロン・ジェームズってあの NBA の八村塁と一緒のレイカーズに選手は彼は確かね 親子5世代ぐらいにわたっての契約にしてるんですよね。うん、この自分の孫、孫、孫ぐらいまでにずっと分割払い、うん、要は。そね。うん。なるほどそれを保証するっていう。う,うん。だから我が一族は永遠,に永遠に不滅ですみたいなあ<ー>。あいね、まあでも、それでも年間何億だもんなそうそうそう。 すごいよね。まあいろいろな契約形態あるでね、この辺はもうちょっとやめな、たかっていうところもありますけど。まあ逆に何に使うのかなと思っちゃうね。はい。何に使うのかなと思っちゃう、ね。ああ、そうですね。<laughs> まあね、もう、群がるってくる人間が山ほどいますから,、ね、まあそからね。まあそう,うなんだあ,あ,あと投資の話だとか何だかとかね,ね。だって昔、あの、ヤンキースのストッパーのカル、あの、リベラっていうのがいましたけど、うんうん、彼はパナマなんですけど、うん パ,パナマの家に、ま、豪邸、パナマに豪邸持っているんですよね。うんうん、そうすると、家の中になんか60人ぐらいいるらしいんですよ。うんうん、みんな親戚だってってきてるのが。<ー>で、なんか仕事くれてて、あ,あ,あじゃあ俺、プールの掃除するわとかね、そういうので、もう脇を上がらんのがいっぱいみんな親戚だってきてて、<ー>これ全部高給料払ってやってるんです。<ー> <laughs> それやったらすぐなくなっちゃうよね、そんなことやったらっていうね。ね吸い取られていくんですよね。でも逆に全部いろんなもの教室あると、ドン そうそうそうってやられて。<laughs> かもしれないし結構 NFL の、アメフトの NFL の黒人選手なんかでよく言われてるのは、現役の時ものすごい華やかでお金もらったけど、あの、亡くなって、亡くなる時は、死ぬ時は、なんかアパートのちっちゃいアパートの部屋に一人ぽつんといて、もう随分吸い取られちゃって。吸い取られて。普通だったら、何世代もね、うん、何世代も、 あの、遊んでくらせる。そうそう、遊んで暮らせるぐらいなの,のに、ね、何にもない部屋にベッドで一人死んでて、枕の下に拳銃が一丁あったと。<laughs> うん。要は、むしり取られたむしり取られてまた来るかもしれないっていう恐怖で常に拳銃がこう置いてあったっていう。<ー>うん、それ以上よく言われましたから、うん、からお金があればあったで不幸になる、うん、っていうことは確かにあるんだとは思いますよね。それで、そういう生活してははい。 はい、そういうことも嫌だな、そういう生活してる。い,いやいやいや、別に <laughs> そういうわけじゃないですけど <laughs>、うん。お金はあれば、あるだけいいかもしれません。<laughs> わわ <laughs> そこまで。我々のレベルだとね。そこまであるってことがないからよくわからないです、<ー>こっちはね。はい。ということでね、まあ、そういうお金の話からで始まったんですね。あとちょっと、プレ、ね、あプロ野球も、えー、ちょっと面白くなってんで、あの、なんですけど、交流戦で、あの、これもこの前言ったけど、ずっと2シーズン連続で、あの、 セリーグが勝ち越したじゃないですか。えー、今年はどうかって話だったけど、やっぱり戦線でしたね。終わってみたら、うん、あの、パリが勝ち越したんですけど、でも54勝52敗に分けで、優勝したのは DNA、うん、セリーグの DNA ですし、うん。まあまあ。ね、やっぱり差はなくなってきてるている、ね、なくなってきてる。一時期、一時期に比べてね。うん だから、やっとセリーグもいろいろ努力してきたし、だよまあ、あとエースがいなくなってるっていうね。大谷も。まあまあ、パリーグはね。あの当時のパリーグってみんなドラフト1位でこうやっていいの持ってっちゃう。逆に言うと、パリーグの、流勢を支えたのは、メジャーにぎやすい球団が多くなった。そう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 。そうすると、あの、選手たちも優秀な選手たちはメジャーにぎやすい球団だから。だからそういう意味でね、だからね、ああいういいピッチャーが3連戦の一つ目を確実に取っていくと。 でそれがいなくなったっていうのはやっぱり大きいですよね。でも、ね、面白いことはやっぱりね、今回交流戦結構見たんですけど、面白いことはやっぱり新庄監督でしたね、今回。うん、日本ハム。うん、一番面白い、これもうドラゴンズとのが特に非常に面白くて、うん、新庄野球っていうのはものすごいあの浸透してるなっていうのがあったんですよ。で、一番やられたのは、あの、決勝点取られた。うん プレーが新庄監督がやったんだけどこれちょっとねさよならじゃなくてさよならじゃなくて4回かなんか同っの時にね、うん、あのーやったんですけどちょっとこれこっちの方が分かりやすいかな、うん、あねこれねえーっと下手な絵ですいませんね、ここホームペースね一1塁にランナーいました3塁にランナーいました ツツーーアアウウト、ト、一三塁ですピッチャーは左腕の小笠原ここね、小笠原がいました左ピッチャーだからずっとこっち見てますでここで何をやったかというとこの三塁ランナー万波っていうのがクッとこっちへ走ったわけですよホーム方向へ向かってで、それを見てこの一塁走者も クッと走ったふりして、うっ、ん、と戻るふりしたわけあさあどうするとる小笠原ね。小笠原は、うっとたあ戻、戻ろうとしてるっつって、うん、条件反射的にこっち投げちゃうわけですよ。うん、一塁に見えてるから目の前の走者が、うっつって戻ろうとしたわけだから、まあまあね、これすぐさせると思って。<ー>うん、牽制球、牽制球って形ですよね。 で、そしたら、この走者は全然戻る気はなくて、戻った振りを、戻ろうとした振りをしただけで、走り出して、りをして、実はザーッとこっち走り始めて、そうしたらもう共殺プレイするしかない。で、もうその間に三塁走者走ってますから、三塁走者はそのまま行って、このセーフで決勝点取っちゃったっていうそ、うん。その場合はさ、本来は、本来は、あ、ででツーアウトでしょツーアウト。ツあ、そうか、ツーアウトだから、あれか、 まさかと思ったんだろうねだからサードが出るとは思わなかったんだろうなでもねサードは出てるわけですよで普通だったらここでキャッチャーもねサ塁走ったって言ってる感じなんですよ手が叫んでるからでも小笠原はこの走者が上川だったんだけどこれが一瞬戻る素振りしたからこれだったらすぐさせるじゃんと思っちゃったんですよねそそうだよねれで 走り出したってツーアウトだからそこで強撮すればそれでもう共だけどその間にホーム入られちゃったら終わりだからあれその場合は時間がそうかそうかだったらちゃんとあれだったらサードに投げなきゃだよね出たんであればねでこれ実はフォーストボークって最近言われるんですよボークを誘発するプレーって言われてるんですけどこれ昔と のルールが変更されてるのがね、この数年で、変更されてるのが、元はといえば、うん、あの、元にあって、これ。今って、このプレート板を踏んだ、住んでるピッチャーが、一塁投げるふりをしちゃいけないんです。うん、一塁投げる、投げ、投げようとしたら、そのまま投げなきゃいけない,、うん、ない,けない絶対に、うん。もしこれをこっちへ投げようとするんだったら、うん、プレート板を外さなきゃいけないんですよ。だからもう動き始めちゃったら止められないんですよ、もうね。 そのルールは比較的新しいよね。そうそうそう。だからそれ辺も新条かとかをちゃんと読んでやってるんですよね。だから見事なプレーで、でまあ一年に一回しかおそらく使えないワンチャンプレーだって新条かと言って。ただこれをやるにはあの奏者が俳優であることが必要だっていう。要は行こうとして嘘だよってこと言ってね。で、もうちょっと揃うやつじゃできない。そうそうそう。理屈はわかるけどね。そうなんですよ。 で、あとは練習をしてないとできないでそうそう、練習はやってたみたいですね、これね。<laughs> というね、まずこれが新庄まあだから、それはやっぱりさ、あの、貧者の一党じゃないけど、ヒン者の、貧者。そう,そうそう、あの、ヒヒンダだったからね。野村監督がよく,よく言ってた、あの、弱者の小尺千年、勝利、ね、戦略ってやつですよね。うん、これが一つがうまかったのと、あと、阪神もやられたんですよね、新庄、うん、マジックに。うんうんうん これもね、ちょっと面白かったんですけど、まあ今のと結構に変ったプレーなんですけど、うん、えー、これはですね、ノアーアウト一塁二塁です。うんうん、ノアーアウト一塁二塁で、ここと、あ、ノアーアウト一塁二塁います。うんうん、バッターが、これピッチャーかなんかだったからここバッターいたのが、バントむちゃくちゃ下手なんですよ。うん、初球やってやっぱり、うん、まあパリ、あのー、パリグだからピッチャー打席立たないからね。うん、まあね。で、1球目バント失敗。 目も一応左バッター2球目をバットの構えしてたところが2球バットの空振りやったけどその下をボール通過して普通に取られたんですよでツーストライクねそうそうそうところがその時このバットが結果的に見逃しになった時この走者がこの二塁走者が こっちへ、もう飛び出した感じになってました。飛び出した感じになって、あ、しまったつってばっぱり戻るふりしたんですよ。キャッチャー、ャャーおーつっ,って投げるじゃないですか。うんうん、もう、でも戻るふり、のは振りをしただけで、ねうん、すぐにピューって行っちゃって、もう、こっからこう来て、こうボールがいっても真似合わずセーフ。うん、その間に、一塁走者もこっちへ行ってセーフ。結局、バント空振りになるのに、うん ワンアウト二塁三塁になってしまったっていう、これも、まあうん。バント成功だよね。成功バントどころは、ワンアウトも取れてないんですよ、<laughs> ああ向こうもね。ツーラーンバントっていうのかな。そう。これ、阪神がこれやられた。まあ、それは、それはどっちかっていうと、阪神が取いっていう部分もあるね。取れっあるけど、やっぱり、うん 普通こう何最初からだますのを目的でこう,まあまあうやるっていうねだから役者になってもらわないと困るっていうのはこの役者の練習っていうのを結構やったのかなやっぱりあんだけさ打てない打線だと打てないっていうい今打てしかも今結構当た何て言うかなえっと、えーえー、打点も取れる打点というかね、うん、結構得点能力も,打線もんだんだん上がってきてま、うん、だけどそれまではねやっぱり 十二球団でも一番頻打の打線だったから、そういう意味では非常にアイデア。だったらじゃあ、なんでドラゴンズはやんないんですかだからやれる監督とやれない監督がいるってことですよね、これはね。だから新庄監督は見えても野村野球やなんかをね、比較的ちゃんと学んできたってことしっかりとずっとこういうことばっかり考えてるんじゃないですかね。変わ壊れば面白いだろうな、この相手はこう思うだろうなとかね。だからマジックみたいなものっ心理、心理をすごいついてますよね、聖書のね。 だから、これは、あの、見ててだから面白いです、日本ハムの今野球ね。うん、これはファンも結構面白かったんじゃないかと思う。で、あと、これが、言葉もうまいですね。やっぱり見てこれ、これもやっぱり交流戦のね、巨人戦でね、確か。そうそう。巨人戦で、あの、野村ってあの、ずっと開幕中の4番バッターが、もう不審に悩んじゃって、ちょっと打順6番かなんか落とされてたんですけど、やっぱりチャンスで回ってきたんですよ。 そうしたら、なんかちょっとやっぱりそういう悩んで顔した時に新庄監督パッパッパーって言って、あのね、っつって、世間はそんなに君のこと見てないよ、つって,言って <laughs>、まあ。いえ、まあ、なるほど、ね。笑ってやんな、笑って、つって,言って、まあ。なるほど、ね、なるそ,それはずいぶんと肩のにおり、ね。そう,そうそう、そう世間はそんなに君がもの見てないよ。そうだよな、と思って。誰も気,気にしてねえよな。なで、スリラホーラーズ。<laughs> まあ、<laughs> 若いし、ね、そういうことは非常に効果があり、ね、そ,うそうですであとはね、何だっけ、別の試合でね、あの守護神であの田中正義っていうピッチャーですけどね、はい、このピッチャーがやっぱり1点差で、またピンチ招いたルイ埋めちゃって、うん、もうあと1人だったんですけど、9回ツアーアウトで、やっぱり新庄監督、自分から言って、あのさ、次のバッターに全部ストレート投げて、で、ホームラン打たれてってって帰ってったの。うん ぜ全部本当にまっすぐ投げて、バカでかい当たり打たれたんだけど、うん、センター手前で失速して取られて、アウト終わりまあ確かにホームランになる確率なんてさ、うん、実は1割もないからね。ない,ない、ないからね。で、球速いから150何キロあるから、 大体、ね、いいは詰まれるから、ね、全部ホームランでもつ詰まれるああああで新庄監督も後から言わせるとだってあいつストレートしかないじゃん投げれるのそれを宇佐美が悩んだらしょうがないじゃん <laughs> そうそうってああ悩むんだったらもう開きなってそうで,ったそうでキャッチャーにも全部ストレートインねああっつってさ うち損じの方が上からね結局はそうそうそう確率論だからそうバカでかいけど最後結果は OK で監督が言ったんだからお前の責任だって開き直れるしねで選手みんなそういうんですよあのプレー失敗したってあれかとが責任ですからっつって最後出した監督大したもんだねすごいでしょだからそうやってそれでああやってつっていくとこんな成績もどんどん上がってってねそのピッチャーも若いピッチャーでしょそうそうそうだから若いピッチャーにそういう若い選手にそういう通用するよねそうですよねいろんな意味でね もともとは一流の選手だからね、えー、そうなんですよ、うん、であとねすごいとあとドラゴンズと比較しちゃった悪いんだけど、うん、あのドラゴンズがトレードしたじゃないですか、うん、日本ハムと2対2のトレードで、うん、で軍事っていう慶応から入ったキャッチャーがドラゴンズから日本ハムに行ったんですよこれドラゴンズで来ても、うん、まあキャッチャーは結構木下とか層があるし えー、なかなか自分が入るとこねえなと。それ、一番立っても一応上がっても、うん、上げ、上げてもらえなくてかわいそうだななんて思ってみたら、うん、まあトレードされて。うん、新庄それ、うん、新庄監督、その軍事が来て、うん、えー、二軍戦で、一試合見て、うん、まあ二安打ったんですけど、うん、その二軍戦で、それ見たら、うん、完璧だよ。左ピッチャーからの落ち方。完璧だ、あれは。とか言って。<laughs> もう、のせて、のう、スタメンゾーから使わなきゃいけないかってって、もうスタメンで使うよとか言って始まって。それゃあ、れだよね。心生きる。そりゃ、キノコってプロ初ホームラン打ってますよね。ポーンと。それはやっぱりさ、あの、何やかんやって神宮でやってきて優勝経験もあるからね。そうだ六大学参加王かなんかですからねそれは、逆に言うとね、逆に言うと中日は何やったんですかってそうなんですよね。だから、乗せることが、 選手を乗ねえ、ねねね、でしかもなんていうのそのこうまあドラゴンズでそういうこともあったんだから余計そういうことがは強い多分ねあの僕も立浪監督になってから2年間見てたけどあの選手は完璧って言葉聞いたことないもんね立浪監督からはね、うんうん、だからそういうもともとがさやっぱり。 あの自分にプライド高い選手がさ、うん、そういうあの扱いを受けてたらさ、うん、それはそれをこうジャンピングボードになるようなことをね、うん、でもねあはしっかりと持ってるよね普通はね、現役の時の新庄見てるとね、現役の時の新庄右打ちじゃないですか、それを左打ちのバッターに対してね、あの左ピッチャーから打つ、あの左ピッチャー。 完璧とかで言えるレベルじゃないんですよね、本当は新庄自身がね <laughs>。じゃあ、お前何だったんやみたいな感じで言われるんだけど、それ意気ッシャッと言えるっていう、ちょっと能的さの、まあ、またいいんじゃないですか、そういうのがね。まあ、カラッとしたもう明るさだから、他の確かに監督がキャラじゃないことを言うと、わざとらしくなったり、何かあったのかなってなるけど、新庄だと、まあ、軽くはなるかしれないけど、 自然な感じがする。この人、おそらく分かってないけど、気分はいいわ、気分はいいからね。ひょっとしたらそうかもしれないし、そうそうそう。俺、やっぱり日本ハム面白いなと思って、で、なんかね、本当は今年で辞めるつもりで終わるんじゃないかと思ってたけど、昨日かおととなんか言ってましたね、なんかいきなり新聞記者のみんなに、みんなってもう、 単独者何年ぐらいやってんのって言って、僕3年ですけど、僕4年ですって言ったら、よく飽きないね、とか言って、俺4年できないよ、マックス3年だよって言ったらしいから、来年もやるつもりなのかなっていう話で、うん。だから、ま、来年やるかもしれないですね、もう一年でうかね。え、でももともとそうだったのもっと長い。本人はほら、1年1年とか言ってたじゃないですか、1年飽きちゃうかもしれないからとか言ってさ、そしたら3年は飽きないでやれるって言ってるわけだから、というか、 うん、あの球団的には、それ,それ本心は、うん、多分別だとして、ほ本当の本心は球団も含めて、新庄、うん、で長期的に強化していくんじゃない,いや最初に球団のマークは恐らく稲葉 GM ですから。うん、あのー 新球場に向けて新情報にちょっとじらなししといてもらって、ちょっと、ある程度、ちょっと勢力上がってきたら稲葉監督にチェンジしてちゃんちゃんちゃんと戦そして、じゃ <laughs> 稲葉監督が優勝させるみたいな。稲葉にき傷をつかせないそうよそうそうそう。<laughs> それはあったと思うんですよ。はい、で、稲葉もだから GM としてこうやって戦力を常に把握してるという立場にしてるわけですから。<ー>で、このまま行くとなんか新庄政権意外と長くなったかもしんないまあまあな、なていう。じゃあ、あれだ、稲葉はもう気が気じゃない。<laughs> そうです。まあまあ、もう俺は GM でもう誰もいいや、みたいな。思うかもしれないですよね。こういうの見てるとね。あ、多分稲葉じゃできない。まあ、あいうトリックプレーとかね。大胆に多分できないだろうまあまあま、ね、あ同じ野村監督の元でやってたけど。まあまあまあ、そうですね。うん、ある程度はできるかしない。もどうどう

一時期やった守備の連携がちょっとどうなのよっていうのなくなってきたらチーム力上がってるよね。チーム明るいですね、見ててね。みんなギラギラ笑いながらやってるから。いいじゃないですかね、あれね。成績にも表れてるからね。優勝はまだ難しいと思うけど、台風の目にはなってるだろうみたいな感じがしますね。少なくともね、要するに上位を伺えるというかさ。 一方のこれ、セリーグなんですけど、セリーグの方がね、これ、阪神と DNA がちょっと、DNA 交流戦で優勝して疲れちゃったのか、うん、あと、怪我人も出てきて、阪神もちょっと近本とか怪我人出てきたんで、あのー、1位から4位が今、えっ、ー、と、競技だと4.5ゲーム差かなうん、うん、すごい詰まったんですよね、うんうん、1>, 1位から4位まで。残り2球団のヤクルトと中日は県外に行っちゃってるんですけど、置い,いね、置いといて。いいてこの4チームが面白い。うん、で、この中でどこが面白そうかなと思ってやっぱり DNA がね、面白そうで、うん重く やっぱりその存在ってのバウアーがあのピッチャーの、うん、サイ・ヤング賞のアメリカのあのバウアーが面白いなやっいなあれがいるとチーム違うだろうなと思ってだからあのドラこれもやっぱりドラゴンズ戦相手でバウアーがものすごい怒った試合この前あったんですよ、d n a で、ねうん、これもねむちゃくちゃにあの…これももう一回やりましょうか、ね、せっかくだからせっかく今日これがあるからねちょっと説明しますなんでバウアーがあんなに怒ったのかっていうちょっとね <laughs> プレーを軽く。 でも、うん、バウアーはさ、いい時と悪い時、極端にち違う,う。そうですね。確かにね。あの、球が高くなるとね、うん、結構一本調子で投げてくるから、うん、で、球が低い時はね、低いところからきれいにあの変化してるから、うん、打てないんですよ。これ、まあ、これはね、えー、バウアーのプレーは満塁です。バウアー投げて、ドラゴンズ。アウトカウントは。えっとね、ツーアウト、ツーアウト満塁、ツー、ツースリー。うんうん アウトカット2-3。これ、岡林かな、左バッターの。岡林、2-3からゴロ打ちました。ここへ打ちました。まあ、2-3だから走ってますよね、もうみんなね。スタートしてます。ここにセカンドの牧がいて、牧がこのゴロを取りました。取ってもね、そらくもうちょっと深いところ取ってるから、チ位な投げてもセーフだったと思うんですよ。悩んだまあ記録も悩んだです。 で、まあみんな走ってて、これ一塁にリュークっていう奏者がいたんですけど、これ別に何んだあんだろう、ここで止まりゃいいんですよ。うんうん、ね止まりゃいいのになぜか何にも躊躇なく、ここ切って三塁行っちゃうんですよ、このリューク。<laughs> で、三塁奏者は当然も何アンダんだ,だろうなと思ってるから、ここで止まってるわけです。二塁から三塁,塁で。あの、ねで、止まってて、あ、一塁二塁か、一塁二塁ね、一塁二、ね、塁,塁で止まってるわけですよ。これ来たから、 びっくりしますよね。うん、え、なんでこいつ来るのリュック来るのと思って、2> うん、1 2リで。うん、ね。で、で仕方なくこの三流走者、こっち走ります。うんうん、ね。うん、走ったら、もう、ここで強殺プレーをしようとしたショートは、うん、こっちへボール、キャッチャーへボール投げます。で、うんうんね、で、ここで強殺プレーします。もうツーアウトだから、キャッチャーは、 この奏者をアウトにすればチェンジじゃないですか。うんうん、普通に強殺プレイすればいいのに、なんかこのキャッチャー何が起こったからわ、うん、かんなくなっちゃってて、うん、頭壊したでしょね。なんで、あの、こいつ、強くって走ったのに、ツー,ツーアウトで、こんな蹴ってこっちまで来るのと。うんうん、で、なんかトリックプレイがあるのかなみたいな感じで。ツーアウトだからね、そんなこと考えないい、ねね、これだけアウトにすればいいんですよ。うん、なんかこれ、ここで釣っちゃったってね、ちょっと追っただけで、うん、そのままボール持って、こっこう、ちゃった。 そボンヘッドだその間に三流走者、こっち来ました、リュクここまで来たリュうクもこっちへ戻りました、そうしたら本来はこの辺の野手もみんなレスカバー入ってなきゃいけないのにみんな野手も何が起こったか分からなくてその場で突っ立ってて、リュクまたここまで来たらまたここへ戻りました、で打者もここセーフでした、結局何にも変わらず。 ツアーと満塁でゲーム再開と。一人もアウトできず。ああねまぁ、一点取られて。あごめんなさい。さっき満塁ってったけど、一2・リーでした。1・2・リー。ああ、だろうね。ごめんなさい。それで。それで待って。そう。ここでこっちが動いてるから、ここでアウトセーフ。そう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 。1・2・リー、ごめんなさい。で、結局全部セーフになって、で、バウアーがぶち切れて、あの、何 ?F 用語を。うん。乱発乱発して。で、その後、 バのところ普通こんなミスしたら向こうもミスなんだから普通ここからノリノリになってタイムリう打つんですけど次のバッターはピッチャーゴロでそこはドラゴンででバーは一塁へ投げればいいのにピッチャーゴロでこうやって一塁手に来るなとか言って自分で走ったのをアウトにしてお前らのことなんか信用できねえみたいな。 なんか、すごい、です。まあ、すごい、面白かったです。瞬間岩菓子だよね。というか、面白い。というでも、久々に、あの、バンドル上であれだけこう、ギャ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 もう、暴れ回るピッチャーっていうのを見て。まあね、昔のアニマルじゃないけど。ね、アニマル、星野聖一な、まあ。 いやーちょっと久々に見て、あの、こういうピッチャーがいるチームって結構面白いかもしれないなと。うん、DNA を、えー、これからは結構、うん、優勝候補にあ、えー、げたいと思います、うん。でもちょっとそれはボーンプレーだよね。はい。大ボーンプレーです。うん、えで、えー、まあプレイ球の話でこの人、あとはこのトップに立って、あの、優勝争いしてるのは阪神。うん、これはオールスターね。うん まあ、あれは、まあ、よくあったけど、よく、じゃ、もう、当たり前の。いや、昔の日本ハム、ファイターズ、友の会だとかさ。でもさ、昔ってさ、あの、組織票、70年代、80年代ぐらいから多分あったと思うんですよ、こういう、阪神が組織を入れてくるっていうのは。他にも、日、日ハム、阪神だとさ、まだ人気あるからいいじゃん。日本ハムが全然人気ない時さ、なぜか日本ハムばっんでたりね。 あれはファイターズ友の会が強かったから、そうなんですとかね。であ、あるっちゃある話だけど。いや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 、ででなんなで、結局、全部でポジション、11ポジションって10人か、半身、まあ、関東表でそうそう。外野の秋山だけでしょ、そうそう、外野の秋山除いて、全ポジション、半身がい、い、あの、出ちゃって、で、これでいいのかっていうんだけど、これはもう今のシステムでしょうがなくて。うんうん、むしろね、昔よりも、 ネット投票だろそうそう。だから昔よりもそういうことにやい、ね。やりやすいですよ。なりやすいよね。昔はハガキにね、せっせと全選<あ>スポジシ書いてやってたんだけど。そうそうそうファイターズともの会みたいのがないとできなかった。そうそう、できなかったんですよ。ハガキ書く人がいないとね。うん、今、ポチ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 でいっちゃうから。で昨、昨日、オールスター出場選手、監督推薦含めた全メンバーが発表されたんですけど、うん、これ選手間投票っていうのが多分ね、うん、一番、あ何、公正に見てると思うんですよ。 まあどっちかというと、実力、その年のね、<laughs> <そ>戦力のまあまあが出るのは <えー S 1> それだよね。そうです。で、この選手間投票で選ばれた選手見ると、オールスそのファン投票で選ばれた選手のうち、選手間投票でも選ばれてる選手は、ピッチャーの村上ね、ピッチャーの村上と外野の近本、二人だけ <laughs>。残りはやっぱり全部他のチームの選手ですね。まあまあ、そうですね。選手間投票ね、う。ん だまあ、こうやって企画してみるのも面白いな、なんて思いながらね。あああうんまあでも、今年とバンテリンと松田スタジアムじゃないですか。あの、<ン>オールスター。バンテリンなのそうですよ。あれ、あれはどうやって決めるんだっけ前の年かなんかに決めちゃうんですよ。そそ確かなんかね、<ー>今度やってよ、みたいな感じで。中日は3人しか出ないけどね。そうそうそう。<laughs> だから、で、ファー投票の選手って基本的にあれですよね、先発スタメンで出るんですもんね。まあまあ、そうだよね。そ<う>ねバンテリも松田スタジアムもね、うん、両方とも阪神でもなんか、<laughs> ホームみたいになっちゃうんですね、すねだから今回ね。まあ、これでもちょっとね、このネット投票のやり方もね、考えないといけないと思いますよ。ね、だってドラゴンズって、あの、一番打ってる細川じゃないですか、あの横浜から元気ドラフトで来た。あの細川がネット投票の外野のドラゴンズのその候補選手なんか入ってないんですよ。うん、間に合わなかったのか。うん だから、ポチって誰もできないわけですよ。別の欄のところで、改めてこうね、選ばなきゃならなくて。な、うん、ので、ホスカなんて可哀想に、何にもネット投票でも何にも票集まらなくて、<laughs> 結局監督推薦できる、もなんかお情けで選ばれたみたいになっちゃってるから、からこういうやり方もちょっとね、候補をそんな一方的に出すんじゃなくて、ちゃんと考えながら出すっていうふうにやらないといけないんじゃないかと、えー、思います。 えー、あと、プロ野球の、ね、あれで話題でもう一つ最後にのっと、やっぱり杉下茂さんと北別府さんが亡くなったっていうのはね、同じ日にも発表されたんですけど、ね、公表されたやつですけど、うんうん、杉下さんは、あれですかあの、何度か会っ,、ねね、ってあって、そんな話をするってほど話しないけど。杉下さんは割と。うちに会社によく来たからそうそうそう、ボロ合ってきたでしょう、あれ、うん、です、ね、本当にものすごい。 背がでかくて、手がでかくて。だから、ああいう、で、一つはね、やっぱり扱い、うんえー、各社、基本的に、うん、あの、スポーツも含めて新聞の扱いで、うん、うちは杉下さんの方が圧倒的に欲しいんだけど、スポーツ誌も本誌もだけど、うん、あの、他は、やっぱり北別府のさの、ね。うん、まあ、しうですね、これはね。まあ、そういう感じだよね、やっぱり。うん ど、どっちも偉大な。うん。まあ、65歳と97歳って言ったら、やっぱり97歳の方は大王女かなみたいな。感じになっちゃいますからねまあまあ、まあ。やっぱり北別府は、やっぱ北別府さんは、あの、うん、まあ、中日のいやいやいや、広島の黄金期を支えて。いやいやいや。だからあの、北別府さんが、広島のエースだった時は僕ドラゴンズ担当で、ドラゴンズって、当時はドラゴンズって北別府さんは全く打てなかったんですよ。うんうん、で、なぜ打てないかわかんないんですよ。うん、それ、選手もわかんなくて。うんうん、で、 もう何回もこういろいろコーチとかに取材すると、やっぱり北ップさんの溜まって、この外角あるじゃないですか。うん、右バッターの外角。うん、あそこへのスライダーなんですよね。うん、あれをボール一つ、この出し入れするんですよね。 だから、あ、ここ来てストライク、次をって手出したら、実はボール一つ外れたところだから、うん、ボンダーになるか、空振りするか。うん、これの出し入れが。で、今思うとあのスライダーってほとんどあんまり動いてなくて、うん、ちょっとなんですよ。だからまあカットボールですよね、うん、今で言ね。うん、だからカットボールの最初の使い手だったような感じもしますよね、ね日本でいうとね。で、それが、 その曲がりだとか変化球がすごいえげつないとか、それがのキレがというよりもコースがそこだと打てないぜというところにしっかり言うという請求でしょ力。あと頭ですよね。だからもうそれをね。その散らし方。とかね。で、まあよくその時ね、どこの表伝でも書かれてたけど、あの、達川さん、達川が、キャッチャーが掘って いや、あの、なんとミッド全く動かないところに入って打ってるんでしょはいはい、はい、そうそうそ,うそ,うそれ大体そんな感じなんでしょだからね。で、相手もそんな球速くないから、うん、かといって。で、でもなんか終わってみると、うん、いつ何にも打てないで完封されたとか、そ,<う>そんな感じでしたね、だ,ねねだから打たせて取るって感じでしょだけど、そう簡単に言うんだけどさ、今の前世紀の、まあ、なんともな、ある意味で9位を、どんどん、うんえー、9位で、まあ、三振を取る、あるいは、 年うねじ伏せてるってピッチャーが多い中で、うん、今、ああやって本当に三百に140球台の前半だよね。そうですね、それだけで、あんだけこう、完封とかできるピッチャーってい、うんね、いるい<や>最近は。最近使うよまあ、あの、要するに、マダックスタイプって言うんですけどね、100球以内で完封するピッチャー。 マダックスタイプってのはもう、まあたまにはいますけど、今も、やっぱり、たま早い方が150キロを平気で出すピッチャーいっぱいいるんで、ななっね、そっち行っちゃうんです、うん、前は、結構いたよね。ね、いっぱいましたね。うん、だけど、その完成形みたいな感じだよね。そ,よねそうですね。本当ね。だから、ね、面白くなかったですね、北ベプスやってる時ね。なん,まあ、なんかグワーンって来るわけじゃないかな、別に。なんなんか知らぬ間に終わってってるみたいな感じだったからね。 うん、まあ、杉下さんの場合最後に会ったのは、えー、っと多分コロナ前、コロナの前の年かな。うん、あの、あれです。茨城ゴルフクラブってとこで、あの、うん、ワールドサロンパスレディース、ワールドレディースっていう、あの、女子プロゴルフのトーナメントで、うんうん、それ取材に行ってたら、杉下さんが突然にあの、記者席に来て、お、ひりくん、妹に来たよとか言って、うんうん、ええって歩いてきたんですかずっと歩いてきたよって,って元気ですねないから、ずっと。うん そうしたらさ、入ってきたら、やっぱり、ほら、女子ゴルフの担当記者って、あとか、あと、その、報道相手のスタッフ誰も知らないですよ、杉下さんのこと顔を見たって、うん。ああ、で、誰このじいさんみたいな感じで見るわけ。大きなじいさんららい、ね。大きなさん、何何を偉そうに入ってくるのみたいな感じで、ようとか言って、それで、やばいと思って、もうその受付のおん女の子をやらないやろに、もう一瞬、デジェンド プロ野球界の最高のレジェンド、杉田さんって、そそがないようにって、うわーって言って、杉田さんもそれ見てて笑ったんだけど、うん、あの、これから試合見てくるから、また後でね、つって言って、で、本当に、ずっと、あの時だから94、5歳ですよね、一緒に回ってたんですよ。何90超えて、あんなに一緒にずっとゴルフ場回れる人ってそそいないよなと思ってね。そうだよね。それから、 なんか一年ぐらいしてちょっと体調崩されたらしいですけどね。うん、でも最後ね、え、じゃあ、半年ぐらいはちょっと動けないような感じそうそう、二三年ぐらい体調、二年ぐらい体調崩して最後の方はちょっともう全然動けない。俺、うん、でも去年はね、おととしやったら来てなかったドラゴンのあの、去年来てないあ、去年来てないの去年おといから大丈夫かなってみんな言ったんですよ。う,うん。だからコロナでちょっとあれがあるからこれ、来てないのもあるんだろうなっていうね、まあ、そ,そういうのがあったんだけど。しかしあれだよね、本当に意外に、まあ、 あの杉下さんをよく知ってる人はみんな当たり前のことかもしれないけどフォークを投げるのが潔くないっていうのはほとんど投げなかったっていうのはすごいねで,ねで、まあ、あのフォークをあんまり投げないって話は聞いてたんですそれどっちかっていうと フォークはいつくるのかっていうことだけで威力があったからという戦略上のことだけかと思ったら本当に嫌いだったんですね。そもそもはね。だからそれはあの、ふさわしくないと野球ではないと美しくないって話だでしょまあまあ、まあ、うんうん、昔の人はまあそういう考え方、ね、昔のね。まあ基本的に昔の人も何も野球やる本格派のピッチャーは嫌だろうね、確かにね。ね確かにね。 でもね、カーブだってなんとかってピッチャーが最初カーブ投げた時って禁じられたって言いますからね。そんなの野球じゃないって言われてね。まあ、まあ、ただそれは言われたんでしょうね。杉下さんは自分で嫌だった。でも自分でやったんですよね。で、も牛島って言ったじゃないですか。あの、波章。あれ、甲子園で勝った時って、フォーク投げれるのに投げれなかったんですよね、ほとんど。うん。あなんかみんな打たないからつまらないからって言ってましたからね。 どうせ空振りするんだから、みたいな。嫌な奴だ嫌なだからね、いい、もう名前聞きつ言われたんですね。だから、ドカベとトだった。ドカベットはほとんど何も話さなかったらしいですね、この時からね。接点がなかったとか言って。まだデビューしたての頃さ、あの、野村さんがまだ野球キャスターやってて、いきなりテレビでさ、 香川と仲ん悪いらしいな。なんで知ってんですかみたいなさ。だって、ナミショの時に、香川はずっとブルペンにいて、他のピッチャーの球取ったりしてるから、うん、試合の時だけなんかこう、言って、<laughs> で、投げて、試合でも別に話すこともないから何も話さないで、<laughs> そのままじゃあって言って帰るから、何も話さなかったとか言って,て、<laughs> 変わったバッテリーだったんだな、あの時はと思ってね。<laughs> 面白いですよねそれで勝てちゃうんだからね、それで勝てるとすごいですよね、確かにね、牛島、打つ方もすごかったそうですね、彼、結構、あの細い体でね、あ川も打ったけど、あれれも出さただから、堀内さんなんかと似たタイプだよね、運動神経の天才だったんで、すね野球のとか、すごかったですね、あの若さであんな頭いいピッチングできるっていうのはね、びっくりしましたよね。 まあ彼がいたから優勝82年か優勝してますからね、やっぱりすごいピッチャーだったなと思います。じゃあ、あとは最後だあと箱根駅伝の話題ちょっとしたいんですけど、まあ言ってたじゃないですか、来年の箱根駅伝って100回記念で予選、予選会全国関東以外も出るうそうそう、全部出るっていう話になって、だから、ね、これが箱根駅伝の全国化に向けて、うん、えー、大きなステップになるだろうっていうふうに言ってたら、うんうん、そしたらなんかこの前、 関東学生陸上競技連盟がの意向としては、えー、たた来年だけだとだけ、うん、もうやんないよみたいな基本そう言うだろうね,ね基,本基本そういう立ち位置は守ってた,ただそ,うそれでどんな感じかなって見たいってのもあるしね、うん ね。で、これに対してあの、青学の原進監督が、もの申す始まっちゃって、ブチ切れちゃってるんですよね。原さんは全国化そ<う>あの推進派そうそう、全国推進派で、うん、この今の時代の地域活性化とか、少子化対策のためにも、地域にこう分散させていくことは、全国にね、うん、そういう分散、政治を分散させていくことは大切で。うんうん、うん、まあまあ。うん、ただ、とはいっても二つ理由あってさ、うん やっぱり、あの距離をやる駅伝ってないじゃん。一、ね、人、一人,、はい、人20キロ二十、はい、キロ走るって、駅伝ないけどそんなに選手を集められないじゃん、はい、実,実際は。実際はね。実際はね。そんな、それとあとは、移動、移動するところも遠いから、あれ、関東だから、まあ、そうなの二日間ね、二日間。だ 運営上はなかなか厳しいんじゃないかな、うん。だから、これはね、本当に賛否両論がずっと出ると思うんだけど、うんうん、原住監督は茶番劇だっつって始まったわけですよ。こんなの。百、うんうん、回大会で、ね、これで全国から、茶番劇だっつって。で、でもう一つは、<で>これはあれでしょうん。あの百回大会だから。 あの、えー、っと、いつも20チーム出てるけ二十、うん、20チームプラス5、はい。ご、ごとそ,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 そうそうそう。でしょそうだから本当の全国大会になったら、全部、関東だとか何とか置いといて、うん、全国から20チームにしなきゃいけないんじゃない、うんうん、そうですね。ただね、うん、実際に現実問題として、うん、やっぱり大学の陸上の花って言ったら今、箱根駅伝になっちゃうから、うん、結局は、関東の大学だけに集まってくるっていう、うんうん これは避けられないわけですね、うん、こうなってる間はね。まあ、こうなってる間はいないね。ただ、その、まあ、そうだな。だから、全国家にその反対する声としては、だいたい、そんだったら11月に全日本大学駅伝、あの、いつもでやるじゃないかと。あと、はいはい、はもう一つあるしね。うん、あるじゃないかと。はい、で、だいたいそもそも、この箱根駅伝っていうのは1920年、金栗思想さんなんかの手によって、関東学年の加盟校によって、 行われてきた伝統があるんだっていうね。この伝統をかざすわけだけど。だか確かに、そこでまた全国ってなって、全国多すぎるよね。前、うんまあ、を3回やるってどうなんですかね。だから全国で予選会やらないといけないですよね、どっかのね。そう,そうだよね。地域が、地域ごとに予選会やって、その予選会を取ってきたのが、こう、箱根駅で予選会。まあ、だから距離がすごく違うから、うん、まあ、差別化できるかしれないけど、うん、ちょっと過密すぎるよね。ね<え>全国で、ね。 まあでもな、はい、これって珍しいですよね、こういうのでね、ちょっとね、まあ、まあ、<laughs> 日本のいか,いかにも駅伝好きというか、箱根駅伝、まあ、箱根駅伝がちょっと人気が突出しちゃったからね、うん、そういう問題になってんでね、だから、うんうん、でこれだから国民全体に声を聞くとどうなのかなっていう感じもするしね。 そうするとねそしたらわが町からもわがところからからもま何にも考えないで言えば大半の人は全国でいいんじゃないかう知ってほしいないうねこれをどういうかですねはい、えー、来月もまた第1週木曜日にお,お送りいたします、えー、今日もお聞きいただいてありがとうございました、えー、また応援しましょうどうも